ゴリアールの詩を集めたカルミナ・ブラーナ、ゴリアールは12世紀と13世紀に酒好きのラテン語風詩を書いた聖職者の集団のこと。ゴリアールは主としてフランス、ドイツ、イタリア、イングランドの大学の聖職者の遍歴学生で、例えば十字軍の失敗、財政上の悪用といった教会内で膨れ上がる矛盾に反抗し、それを歌、詩、パフォーマンスで表現した。 ゴリアールという言葉の由来はよくわからない。単純に、ラテン語の、グラから来たのかもしれないし、謎に満ちた、ゴリアス主教から始まったとも言われている。ゴリアスは、旧約聖書に出てくる、ダビデ王と戦った巨人、ゴリアテの中世ラテン語系で、聖職者の政治体制をからかう大酒飲みのまだ、修行中の学生を気取ったことを連想させる。研究家の多くは、 クレルボーのベルナルドスとインノケンティウス2世の間の書簡の中でピエール・アベラールをゴリアテとして言及していることまで遡り、ゴリアスとアベラールの追随者との関連を信じている。また、ゲイリアードに由来するという研究者もいる。風刺は教会へのあざけりであった。例えば、サンレミド・プロバンスでゴリアールは行列を組んでミサに行ったが、この時、 おのおのが紐につけたニシンを地面に這わせ、前の人のニシンを踏み、自分のニシンは踏まれないようにして遊んだ。ある地域では、ロバ賛美というものがあった。これは、馬鹿げた服を着せられたロバを聖火隊長が賛美歌を歌う内人の作に連れてきて、聖火隊長が賛美すると、会衆が廃藩、ハイハンサイアネ、ハ姉、廃藩と応称した。パリ大学はこれに不平を訴えた。死災並びに、 聖職者が女性の服を着て、聖歌体積で踊り、わいな歌を歌う。ミサ執行司祭がミサを唱えている間、祭壇でブラックプディングを食べる。祭壇でサイコロ遊びをする。古い靴の靴底から悪臭を発する、煙のスルコを焚く。恥知らずにも、教会のあちこちを走り回り、跳ね回る。そして最後には、ボロボロの車を街や劇場で走らせ。 俗悪な身振りと下劣でみだらな言葉を持った、そのはずべき見せ物に仲間や見物人の笑いが起きる。ゴリアールはミサやラテン語の賛美歌のテキストのような神聖な出典を自分たちの詩の中で世俗的かつ風刺的な目的でねじ曲げて使った。ゴリアールの詩の中にはスコラ哲学の因語もたびたび現れた。風刺的な目的のためか作者たちが いつも使っているボキャブラリーだったかのどちらかと思われる。風刺は、ほぼ一様に教会に対して向けられていて、教皇祭も攻撃した。ゴリアールは、プロテスト運動であり、その地位から、教会の悪兵を非難する手段を表した。ゴリアールは、教会からの懲罰に直面した。1227年、トリや公会議はゴリアールの合唱礼拝への参加を、禁止した。 1229年のパリ大学のストライキでは、ゴリアールは、教皇施設の陰謀に関連した役割を演じた。ゴリアールは、多くの公会議の議題であり、中でも1289年には、聖職者は、ジョングルール、ゴリアール、同化死をすべからずと定められ、さらに1300年には、ケルンでは、ゴリアールは説教、または、免罪不売買に従事することを禁じられた。 聖職者特権がゴリアールから完全に取り上げられることもしばしばだった。カルミナ・ブラーナのラテン語詞の多くはゴリアールのものを含んでいる。あるゴリアール作者には匿名の代わりにアルキポエタの名前が与えられた。ゴリアールには他にピエールド、ブロワ、フィリップ・ゴーティエド・シャティ・オンラがいる。ゴリアールはより自然なアクセントを基礎にした陰律のラテン語を書いたこと。 ラテン語をギリシャ語の因律に無理やり一致させることから解放したことで文学的に意義がある。ゴリアールの文学運動は最終的に新しい宗教的なラテン語因文の可能性を生み出した。例えば、トマソダ・チェラーノの怒りの日、トマス・アクイナスのパンジェリンガ、セクエンツヤなどはゴリアールが発展に寄与したラテン語詩の形式で書かれている。また、 ゴリアールという言葉はその後も生き延びて、14世紀のフランス文学及びイギリス文学にジョング・ルールあるいは放浪のミンストレルという意味で継承された。元々の聖職者との関連は失われていた。ノーフ・ピアズやジェフリー・チョーサーの中に出てくる。ありがとうございます。